はい、こんばんは、今日は、2022年の7月21日ということで、7月の東京新聞デモクラ TV エクストラですね、これをやっていきたいと思いますが、いつもの富田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでですね、今日はですね、はい、先月やった時に、うん、まあ、安倍晋三さんが陰性をしててっていう感じで、はい、うん、まあ、相当いろいろ悪口でもないですけど叩く方向でお話してたんですが、うん、はい、その後予想外の事態になりましてですね、うん、まあお詫びでもないんですけども一つ大修正をしてお詫びることはないんじゃないですか。いや、そうですよね、まさかね、ああいう人といてくれた方がね、もうガンガン叩けるんですけど、まあ、よく母姫って言うじゃないですか ね、 そうですね、母姫に何を書くかっていうのは、まあ、別に亡くなり方が影響する場合もあるでしょうけれども、そうですね、今度の亡くなり方で母姫を明るい方向へ全部こう変えるっていうのもそうです、ね、どうかと思うので、ということで今日はですね、はい、警察に詳しい、はい、長久保編集委員に来ていただきましてですね、ちょっと当日の事件のいろいろ言われてますよね、はい、もう陰謀論出ておりますが、うん、この事件の、まあ、警備問題あたりからですね、はい、ちょっと詳しく、解説していただこうと思ってます、はい、長久保編集員よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。彼はずっと社会部で、はい、まだ薩摩でやってるんですけどもうやってない、もうさすがに状態的にはやってないんですけど、なるほど。デモクラ TV の視聴者としては長久保さんっていう感じだと思うんですよ。なんで福島支局にいらっしゃった時に、熟読東京新聞に、あれ福島で薩摩でやってたんだっけ。違うんですよ、福島は原発でしょ。4回ぐらい、そうですね、ご支援いただいたと思いますが、あ、そうなんです、おなじみの方なんです。すいませんでした、ちょっとそれ失念しておりますが、今日は、警察担当として、はい、やっていきたいということですけども、うん、それでこの事件って、ね、あの時自分は何してたかってはっきり覚えてるレベルの事件ですけど、うん、内田さん何してました。僕は家におりましたね、うんうん、で何してたかよく覚えてないんですけど、うん、妻が安倍さんが撃たれたわよっていう、うん、淡々とね、心肺停止らしいっていう、うん、それを聞いたのが、なるほど、はい、なるほど、直後ですね。だから私は参議院選の社説をパソコン開けてさて書くかと思っていた矢先に、うん、そのテロップを見て、はい、心肺停止ってもう出てましたんで、うん、私の仕事はなくなったなっていうふうに思いましたですね。当日は長久保編集員はどこにいましたか。会社にいました。あ、本当ですか。会社にいました。それでびっくりしたと。びっくりしました。びっくりしたと、うん、で、まあこれ相当言われてますけど、うん、当日ですよね、これ私のような素人が見ても後ろ側、うんうん、おじさんが自転車で通ってる、うん、こんなことあるのかという話なんですけども、うんうん、この警備っていうのは多分ね、一般の方はあんまり知らないと思うんですよね、うん、誰がどうしてこうしてああだって、うん、そこら辺がちょっと解説していただけますかね、はい、そしたらまずおさらいで散々報道されてますけども、うん、現場の見取り図から、これが、でこれ近鉄の駅の北口にあたるところなんですけども、うん、この T 字路のようになってて、中央にガードレールで挟まれたような島があって、でこの黄色いところに群衆がいて、でこの真ん中の赤いところに安倍さんがお立ち台で演説をしてます、うんうんうん、でこれが、まあ現場の見取り図なんです。これまず基本的にこれを押さえておいていただきたいんですけども、うん、で次がですね、はいはい、これがストリートビューの Google の映像なんですけども、なるほど、これがその、うん、この中央の手前側に安倍さんが立ってて、うん、で犯人に当たる犯人はこの右側のバスターミナルの横のあたりに最初立ってたというふうになってますよね。でこの犯人の側から見たストリートビューの映像はこれなんですけども、
犯人目線。犯人目線。犯人はこの一番左側の県道の左側のところに最初立ってるんですけども、うん、この中央にある道路が実は地元の方に聞くとですね、ものすごい交通量が多くて、うんうん、止められないらしいんですよ、政治家の演説の時も。あったとしてもダメ。あったとしても、うん、なので、どうもその他市の報道なんかも含めると安倍さん以外の方はですね、はい、この場所での演説するときにここに選挙カー止められないので、うん、みんな別な南口か別な場所でおやりになったらしいんですね、過去ね、うんうん、で今回の選挙でも他党は外してたらしいんですよ。なるほど。で共産党さんはこの真ん中の島のガードレールを市の許可を得て、移動させて、うん、で選挙カーを共産党の選挙カーを入れて、あ、これ動くんだ。これ動くの。下ブロックに なってるだけだ。移動可能なんですね。でやってこの交通を妨げない形で選挙カーの上に乗って、あの党の警備の担当者がいて警備したと。なるほど。だけど安倍さんはここに交通規制してない状態で、うん、ここに島の中にお立ち台に立ってで SP4 人に囲まれてたという感じなんですね。なるほど。だから、まあ、後々、説明しますけども、そのあの警察庁とか警視庁の警備に詳しい方々に聞くと、うん、なぜ360度展開して接近が可能な場所で、うん、元とはいえ安倍総理をここで、演説するという警備計画を地元の奈良県警が承認したのかと、うんうん、いうのが、疑問に視されているわけです。なるほど、なるほど。これ奈良県警本部長が決裁判子を押す、押します。あの続けてよろしいですか。どうぞ。あの今回の事件に限らずですね、あの一般的な国政選挙の警備計画の計画の手順がこちらのフリップなんですけど、うん、1番目からですね、どういう順番でやるかというと、例えば何月何日に誰々さんが誰々さんの応援で来ますと言うと、うん、過去の警備事例をもとに、今回であれば奈良西警察署、うん、なんですけども、県警本部の警備部の担当者が計画を作成して、うん、それを奈良西警察署に落として、で奈良西警察署からと警備部で人選をして、うん、でこれは最終的には本部長が判子します。本部長決裁します。で現役の総理、それから天皇皇后陛下、これは経営と言いますけど、うん、この場合は本部長が現場を見ます。見る実査って言うんですね。行く実質的に見る、ね、見る本部長が見 見る。それから警察庁からも実査部隊が来る、うん、おところが今回の場合は元総理なので、うんうん、このフリップ上この4番にあたる本部長実査、うん、警察庁実査はしてません。しなくていいことになって、いいことになって、それから、報告もしなくていい。ずいぶん差があるね。ここのそう、あの元か現ですごい差があるんです。これはあの警察庁国家公安規則の中にあるルールで、そういうふうに一応こう仕切ってるんですね。なるほど、うん。それが、例えば総理か元で、元かどうかで決まってて、うんうん、安倍さんかいなかというのじゃ安倍さんかどうか関係ない、ないという、うん、で現場当日はその警視庁の SP、 これは、まあ、あのずっと同じ人らしいんですけど、安倍さんに、うん、が1人と、それから奈良県警警備の担当の人が、3人いて、うん、まあ、あの先ほどこのご覧に入れたこの島の中に、うん、配置して全員この中にいたと。この中入ってた、入ってたということなんですね、現場がね。うーん。でまあその高官言われてるように、うん、そもそも安倍総理の犯行当時の映像っていっぱい視聴者っていうか、あの一般の方が撮影した映像を皆さんご存知だと思うんですけど、うん、第一印象としてはあの撮影した画あのアングルによるんですけど、後ろがスカスカっていう印象があると思うんですけど、うん、これはもう多くの人が問題視しているところなんですけども、うん、先ほど言ったように他の政党は今回の選挙で実にここ使いづらいということで、使ってないか選挙カーを使ってる。あ、選挙カーの上に立ってね、うん、ところが今回の自民党の奈良県の候補者は、うん、の選挙カーがなんか上に乗る構造じゃなかったらしいんです。上に乗れないやつだった。ただのワゴン車みたいだったらしいんです。
そうすると共産党の一座さんと同じことをやろうとしても、うん、ここに止められるんだけど、うん、上がれないから、うん、お立ち台になったと、うん、あなんか箱みたいなの赤い箱みたいなやつ、ね、あそれ乗ってましたよね。プラスその安倍さんがあの、うん、ここので遊説するのは南口ですでに6月28日に1回やってるんですけど、うん、その時は南口は車止められるので、うん、外線車を背中に背負ってるんですね。あ背中は、まあ、ある程度遮蔽物があるってことですよ。でここはない、うん、ないで、ここでやることに なのは、前日の夜に決まってるんで、うんうんうん、急遽、うん、本部長決裁はあの僕が聞いてる範囲では当日の午前中にずれ込んだ。打たれたのは昼頃で11時半頃ですね。少し前ですね。だ前の晩に決まったので、うん、慌ててやったという感じで、あ、うん、午前中に犯行して OK ってことです、うん、っていう感じの流れらしいですよ、うん、ということは後ろがいろいろ通りが、うん、要するに遮断できないと、うん、演説中にね、うん、ということは車から撃つことも可能だったんですね。そうだから簡単に言うと、うん、ここあの先ほどお話ししましたけどここの県道は、うん、あの犯行の映像に後ろにあの自転車のおじさんが映ってるんですけど、自転車のおじさん映ってる、あの自転車のおじさんがピストル持ってたら撃てたってことですね、うん、あすごい近くまで来てるよね。規制してないので、ここ交通規制してないので、だから極めてその、うん、異例っていうかその警備の専門家からすると、うん、なぜあそこに安倍さんを立てたんだと 後付けですけどね、うん、いうことを指摘する人が多いですよ、ね、なるほど。内田さんこれやっぱりこれだけ見ても相当なあの警備上のミスですよね、うん、これね。いやそうですね、まあだからその、まあ、元総理といってもいろんな元総理がいるんで、あのまあ狙われたり全然狙われなかったりするんだろうと思うんですけど安倍さんの場合はね非常にあの安倍さんってやっぱりね支持者支持してない、うん、そうですね、国際的な問題もあるし、そうですね、あの非常に狙われる蓋然性の高い日本の政治家の中ではね、そこに対する感っていうかね、うん、だからあの、まあ、特別扱いはいけないのかもしれないけれども、うん、あの危険なんだぞっていう意識があったら、うん、その他党はみんな工夫をしてそこを避けたわけですよね、今の秋葉さんの話で、うん、それってこうある種警備する人間 あの動物的な感みたいなのもあって、うん、その現場に立ってると、うん、ここが危ないなっていうのが、ね、分かるはずだと思うんですよ。それはあの本部長とかじゃなくても実際に、うん、あの警備に携わる人がそれ分かんないと、うん、何らかの格好でその飛び道具が出てきた場合にはやっぱりまず見つけちゃわなきゃいけないわけじゃないですか。あと4人いたって話ですよね。1人は警視庁の SP は1人だ。そう警視庁がいつもついてる。警視庁は1人で、あと3人は奈良県警の警備要員ですね。奈良県警の警備部の人がざっくり言うと黒い服着てる人はみんな SP って言うんだけど、うん、一応警視庁 SP の人はあの、はい、安倍さんの専属 のような人が一人いて、うん、その人があの慌ててあの防弾カバンを出した人、うん、でそのような人は奈良県警の方。あ奈良県警の人なんですね。だからなんかその4人の間 その分担とか協業関係がうまくいっていたのかどうかっていう、あのそれは今現在警察庁が警察庁次長をトップとする検証チームを作って、うん、あの現場のヒアリングとかやっててですね、うん、あの8月の上旬に中間8月中に、報告書検証報告と見直し案をまとめるとしてるんです。で当然今おっしゃられたような、うん、あのいわゆる警視庁 SP っていうのはあの連動が高いので、うん、その方と現地の警備の担当者 その連携、うん、なんかもあの当然警備計画の是非とともに検証されることになるとは思うんですよね、うんうん、であの今回その例えば今話のついでに検証するチームがどんなことを検証するのかっていうのをちょっとまとめたんで、とりあえず今のお話とちょっと重複しますけども、その今考えられる問題点はまあこんな感じかなと思ってちょっと列記したんですけど、うん、あの先ほどご覧になったように、360度遮蔽物がない道路で選挙カーを使用せず演説したと、うん、それから安倍総理の背後、つまり観衆に向いている背後の交通規制がしていない、うん、それから後方を警戒する警護要員が少ない、まあ、いないとまでは言わないですけども、うん、見てる人はあの
YouTube の画像なんかを検証するといるんですけど、うん、この、 あのガードレールの島から一歩も出て当初出てないんで、うん、2発目まで、うん、それから4番目道路を横断し接近する容疑者を仮に発見した場合は、うん、あの声をかけたり、うん、何らかの形で職質なり制圧する行為をするのが常道なんですけども、はい、それもしていない、うん、でさらにここからものすごい難しいことで現場の人にはかわいそうだけど1発目の発砲の後に2発目まで 2.7 秒ぐらい間があるとされてるんですけど、はい、この時に容疑者を制圧してできなかった、うん、それから安倍総理に覆いかぶさることもできなかった、うん、この5つがなぜ起きたかっていうところに検証のポイントが修練していくのかなと。なるほど、うん、いっぱいありますね。いや多いですね。いやその思うのはね、まあ、例えばあの公安警察なんかはね、警察官と分かんない格好してるじゃないですか、うん、まあ、いっぱいいろいろ嘘もついて捜査したりするわけでしょ、うん、ずるいこともやったりして、にもかかわらず例えばこういう警備の時に、うん、4人いたら1人は全然違う普通の格好をして、うん、あ、そうそう、で会場をぐるぐる回ってるっていう風な動き方をすればね、いやもう本当に地元の買い物に来た客みたいにしてやるとか、うん、そうそうそう、遊撃みたいな感じ、うん、例えばそういうことをやるとおそらく今回あの肩からねこうショルダーバッグみたいにしてこうやってて、うん、なんかここに入ってるわけじゃないですか、見つけてると思うんですけどね、うん、今回の検証でその当然警備の問題があるっていう前提でね今検証進んでるんですけど、その事件直後によく、まあ、兵士も含めてですけども、そのいわゆるテロっていう言葉を使われたり、民主主義への挑戦だとかいうことを言ってる人がいたんですけど、これ従来型の日本のその実力行使する人たちのゾーニングっていうのはどっちかといったら暴力団か右翼団体のような方々が比較的多くて、左翼のテロなんて随分昔から途絶えてて途絶えてますよね。で今回これはまあ、警察の方なんかはその一匹狼型犯罪、つまり、うんうんうん、確定的殺意、強い殺意を持って持った上で、かつその特定の政治団体に属しない、思想的背景も特別じゃなくて、うん、犯行の予兆が取れないものなんですよ、うん、今回は、うん、もちろんその、うん、いろいろ動機について、言われてますけども、うん、どちらにしてもそのすごく察知しにくい、うん、容疑者なんで、要するにこれはもうこっから先はちょっと警備技術的な話になってっちゃうんですけど、うん、今のままでの話っていうのは全部ディフェンスの話ですよね、うん、なんでこんな穴があるのかっていう、だけどもうこういう犯人には穴塞ぐだけでは止められない、止められないと、どこにいるかも分かんないのに何人増やそうが早く覆いかぶさればいいとか言っても限界がありますよね、うん、こんなとこで演説したら、うん、そこはだからちょっとあの枠の中に肝心な人が入ってたらすぐ行けないじゃない、うん、あの枠越えなきゃいけないから ここの、まあ、そうここのその枠こう、ね、それもおかしいなと思ってて、いやここねなんかね、うん、なんでそんなにここにこだわるかっていうと、うん、一番この駅の周辺で人が多く集まるとこらしいんですよ、うん、で南口は安全なんですけど、うん、人があまり多くないらしいんですよね、あ、人通りがないので、で今回はその候補者が事前の世論調査で、ちょっと厳しい戦いだったんで安倍さんに手こ入れしてもらうっていう意味合いで、より、その商業施設とかが多い、うん、こちらでやりたいと、でこの真ん中に落ち着いたらしいです、ね、それと建物がね、はい、結構ちょっと高めの建物が周りにあったでしょ、でその上から見てない、上から見てたら明らかに異常行動をしてる人間がいたら無線かなんかで誰か近づいてるとかってそういうことはなかった、うん、これはそこまで取材できてないですけど、例えばそのライフルとかですね、逆に犯人が狙撃するような事態が想定していればそういうこともしたと思うんですけど、うん、その今回 の、 その 警察庁の検証する眼目の中に、うん、現在の要するに選挙中の要人警護のマニュアルが
まずその通りにやれてたのか否か、それとそれが今の時代に合ってるのか否かっていうのも含めて検証しているんですね。で当然そのマニュアルには司祭について明らかにされてませんけども、あの SP 拳銃持ってますんで、攻撃型 の警備も当然想定はしてるんですよ。だけど今言ったような俯瞰してどっかから見るとかっていうほどの大規模な、警備は取ってないと思われますね、これは。それとやっぱりその選挙っていうことがあるんで、できるだけその有権者と近いところ で、あの安倍さんがね、ちっちゃい箱の上に乗ってたのもね、あの有権者からすれば、あの安倍さんがあんな近いところにいるっていう感覚でもあるし、選挙戦略としては親しみを覚えるし、近くで聞けるしっていうことだよね。そういう意味では警備もそのごっつい警備じゃなくてっていうのは、むしろ自民党の側というか、いやそれはもうあの名前は出せないですけど、実際警備やった人が陣営の側から目立たないでくれと、近くにいないでくれって言われることはあるんですって、でそれを押してまで警察はいやダメですとはなかなか言えないと。そうでしょう。でこの間に岡山の時は警備が厳しそうだったので、やめたと言ってる。だからあえて目立たせるようにいかつい人が何人かいればね、やめたかもしれない。これ無理だなと思って。それはだから今後ね、その自分ももうちょっと調べようと思ってるんですけども、そのいわゆる、ソフト警備から見せる警備っていうんですけど、その威嚇するような体制で実際に発砲しなくても済む、その警察官が発砲しなくても済むような体制を取ることも一案ですよね、それは。でただその今までこういうことがあまり、まあ、あの なくてよかったんですけど、あの一部 その政治家の人や、あの自民党に近い警察の方がソフト警備路線を取ってやりたかった人がいて、でその人のせいじゃないですけども、あのそういう人もいたと、でかつその警察にしてもその国政選挙って一番大事なことなので、あながち全部警察の理屈だけでやるわけにもいかないのも実情らしいんです。なるほど。これあの奈良県警の本部長ってあの警備非常に長けたというか、その専門家やに聞いてるんだけども、それどうなんですか。確か警察庁の警備局の警護の、責任がある部署の長をやってましたね。あ、前職が。全然その遡りますけどね。やってました。結果として役に立ってなかったってこと。いや、だこれは。何の言い訳にもならないけれども、その警察庁の中にいて警備計画を俯瞰して見てる方々と、実際に今度本部長になって現場に行った時に、当然先ほど言った内規に従ってやるわけですよね、仕事が。そうすると先ほどの理屈から言うと、今回は警察庁報告は不要で、地元の県警の警備が中心になって決めた計画を承認すれば事足りるわけ でかつ先ほど言ったように過去にもここで、例えば茂木幹事長とか、演説してますんで、そういうことが事例があると、あると。あ、同じところで同じようにやってる、というふうに現場に説明されたのではないかと。資料が。でもね、やっぱりちょっと勘どころがそういうその普通の人とは違う経験値がある人であれば、これ後ろ空いてるんじゃないって一言言えばよかったんじゃないかなと。まあこれは結果論だけど、そうなんです、でもその結果論みたいなレベルのことができるから専門家というのであって、これは、まあ、警察の今 その警察庁の人たちが目指している技術的問題とは別にですね、その先日ある元警察庁長官の方に今回の事件についてお話を聞くことがあったんです。で、まあ、これはあの実際報道するっていう目的で聞いてないので司祭は述べませんけども、あのこの方があるノンフィクション作家の方のインタビューの中で、警察庁長官しかできない仕事は何ですかっていう質問をされて、
答えがいつ辞めるかをどう辞めるかを考えることだって答えてるんですよ。なるほど、今考えてるでしょうけどね。ね、でその理由として例えばと挙げたのが要人経営は失敗した時って言ってるんですよね。つまりそのまんまじゃないですか。つまりそれ去年の9月に出た本なんですけど、あ、まあ、これも言っていいやな、朝日新書の警察庁長官って本なんですよ。なるほど。でこれ野次さんっていうかノンフィクション作家が歴代4長官と1人総監をのインタビュー、ロングインタビューやって、で朝日新書から去年の9月に出てるんですけど、うん、その中で ある長官が言ってるんですけど、その例えが、例えば要人警護をするときに担当の部局は、司祭に、準備調査して準備をしますと、うん、ただ想定外のことというのは必ず起きるんだと、うん、で想定外のことが想定されてれば準備はできるんだけど、警察という30万人もいる巨大組織の中では無視できない確率で想定外のことが起こるって言ってるんですよ。なるほどね。だからそれはだからそのどんなに頑張っても無理なものは無理なので、それをどう収拾するかって言ったらもう警察庁長官を辞めるしかない。なるほど。警察庁長官といえば、はい、そっち行きます？いやあの方ですよね。中村さんです。中村さんと伊藤詩織さんの時に関わった方ですよね。そうですね。私その件は詳しくないです。はっきり言って飛躍かもしれませんけど、私は因果応報だなと。あの時大体そもそもこの人警察庁長官になるべき人だったんですかね。全然事件とは関係ないけども。こうなっちゃいかん人がなったわけでしょ。格別の格って格別でしたっけ。そうですよ、ね。いや個人的には会ったことありますよ。ええ、私は、ええ、すごいいい人ですよ。ね、大体こういう時って黒川さんの時もそうだったんだけど、知ってる記者があれいいやつなんだよねとか、必ずいい人かどうかってどうして分かるの。ちょっと見てなんか気さくだってだけの話でしょ。そう、政策庁長官になれるような人がいい人であるわけじゃないじゃん。いやだってそれは暴論ですよ。出世そうなんだ。人間じゃないよあんなとこで。いや一番偉くなるなんて。あれですよ。だって安倍さんから、ね、その最高権力者の安倍さんからいい人と言われてる人じゃないですか。そうだよ。さんの中村さん。そうだよね。もう余裕の塊ですよ。余裕になっちゃうんだよね。メディアに対する扱いだってそれはもう余裕でいきますよ。だからいい人。いい人に見えますよ、それは。話が突如として崩れかかってるけれども、いやだから僕は今回すごいそれがこれ中村長官だよねと。うん、彼辞めるよねもちろん。まあ大変まさかその天下りとかしないよね。いやそれはすると思いますよ。する、それはするでしょ。だって、うん、ご飯食べてくんだから安倍さんも食べられないんだよご飯。いやそこはくらいやだって大体だどんな僕見てますけど大体いいとこ行ってますよ。いいとこ行ってる。無責任だ。これ長い間ね、薩摩なんかやってるとね、立場がどっちか分かんなかったでしょ。いや、そんなことない。事実ね、僕も一時財務長官に立ったことある。いいかどうかは別にして、僕は反省しつつやめたけど。就職してますよ。いいとこに就職してるんだ、一体。ちょっと時間置くでしょ、でも。天下りの。もちろん。いやしっかり見てここね。いや、バッファーゾーンになるような、の団体があるんですよ。警察庁は行くとこが、でバッファーゾーンを置いたらニョキッとこう2年ぐらいですか。2年ぐらい置けば、ね、いやいや俺は逃さんぞこいつたちは。いや安倍さんの件中よりは、ね、伊藤詩織さんの件でも本当に私不愉快だったから。伊藤詩織さん不愉快ですよね。不愉快だよ、な逮捕状出てんのに、ね、幻の逮捕状、もうこれ以上言うともう個人攻撃になっちゃった。あの人会ったことないから、ね、あの人もいい人なんだとかって言う人いるからさ。警備問題ちょっと戻っていいですか。あそうですね、だんだん怒りが収拾がつかなかった。あれですかね、いわゆる心理学でいうとこの正常性バイアスっていうね、まあ何も起こらないだろうっていうことっていうのは、まあ、個人の段階かどうかわかんないですけれども組織の段階を含めて起こっていたというふうに総括されうるんでしょうか。だから今回そのとりあえず分かりやすいので警察のその警備の問題から入っていって、例えば自民党さんなんかはもう早い段階から警察庁本庁も責任があるっていうもう立て付けでもう官房長官にさっさと言わして、極端に言ったらそのなんて言うんでしょう、
その誰の首を取るかって決めてそれに合わせて検証するみたいなね、乱暴に言うとですよ、うん、あのそんなスキームを考えていると思わせるぐらいのスピードで警察庁の関与のあり方にも問題があったって言わしてる、うん、わってか聞いてると会見で言ってるわけです、うん、だからそこ行くとそのそういうスキームで行くのかなと。で今言った並びで行くとそのご指摘のような方々がね、その処分の対象にはもちろん現場を含めてなってくるんでしょうけど、今おっしゃったその最初の質問の正常性バイアスというのはそれは警察だけじゃなくて実は我々もあって、それからその自民党さんにもあって、あの警察だけがあの正常性バイアスこんなことはないよねって思ってるわけじゃないと思うんですよ。これは警察だけが擁護してるんじゃなくて、それはみんなもあったと思うんですよ。随分あのこういう犯行がなかったから、うんうん、例えば警察庁長官があの古い話で恐縮ですけれども、国松警察庁長官がオウム事件の最中に狙撃されて重傷を負いました、うん、あれからもう四半世紀経ってるわけですよね。96年ですね、うん、3月の95年じゃないですか、95年かの3月、うん、オウム事件のサリン事件の後で、サリン事件の直後なので、うん、95年です、うん、だそれはあると思いますよ。あの、うん、警察だけじゃなくてみんなあったと思いますよ。あのついでちゃんいろいろあれ2発撃ってるでしょ。一発目はボーンと煙が出て、あれはあの黒色火薬だからああいうふうに煙が出るんだっていう説明があったんですけど、はい、あの時は弾は出てないんですか。出てると思います。誰にも当たってないんですよね。あの90メートル先の駐車場にあの、はいはい、刺さった跡があった矢に聞いてるんで、うん、多分一発目は、うん、水平二連式ですけど、はい、もしかしたら反動で上がって、うん、90メートル先の駐車場に当たってる可能性は映像的に見るとそうでもないですよね。えちゃんと水平に撃ってますよ。あ狙ったってことですか一発目も、うん、だけどそのご案内のように手製の銃で、はい、あのこれは全部裏取ってませんけど、 あれ撃鉄上がって撃って撃ってる銃じゃないと思われるんです、はいはいはい、うん、っていうのはあの一番銃作る時難しいのは撃鉄の部分で、下手したら自分が、うん、暴発しちゃうんです、うん、あの強度がいるので、うんうん、だからあそこはそので弾がその市販のものだとすると、あの散弾のような、はい、その火薬を何らかの例えば電球のフィラメントみたいなものでこうスイッチを入れて爆発させて発射させるっていう仕組みだとすると、うんうん、そのご案内のように例えばライフルだったら、あの線条痕ってありますけども、はい、ライフルマークっていうのがあってまっすぐ進むんですよ、はい、うん、だけどただの筒の中で火薬爆発させてその金属片っていうか金属の弾を放出させる場合に、うんうん、必ずしもまっすぐは飛ばないので、うん、まあ、ただ今回7メーターか5メーターぐらいの比較的至近距離で撃ったんでよく当たんなかったなっていうのが1と、うん、それから2発目が安倍さんに当たってるんですけど、あ2回目が、うん、よく周りにいた人が被弾しなかったなって僕は不思議でしょうがない。そうなんですよ。だからあのね、その時見ると国松さんの時の事件ってあれ4発撃ってて、うん、最初の1発はわざわざ外してるんですよね、うん、あで、あの人間ってバーンと音がするとあの止まるんですよ。あ無防備になって標的として当たりやすく、うん、なるほど、動きが止まるんですよ、うんうん、でその後3発打ち込んでるんですよ。だから一発目でボーンと出て、うん、でその時に安倍さんまだこうなんか演説してるんですけど、うん、そのもうそれこそ1秒かなんかでふっと振り向いて、うん、振り向いてる、振り向いてますね。で体の動き止めてるんですよね。でそこに弾が当たってるっていう、じゃあ止めるためにバーンと打った可能性もあると、うん、いやそんな難しいことするか、そんな難しいことは僕はもうその供述分かりませんけど、うん、そこまであの状況で例えばこの道路にあんなものを持って出た段階で相当テンション上がって緊張してると思うんですよ。確定的殺意があったとしてもでそんな計算して僕やったとはあまり思えませんけどね、うん、そんあのあつまりあの一発目の時にボワーンってすごい煙が出てるんですよ、うん、で二発目の時はそんなに煙がこう見えてないんですよね、うん、何か違うのかなとか。それはちょっと僕は分かんないですね、うん、まあ、あの普通の散弾じゃないとは思いましたけども、うん、あのそんなものを
例えば普通の散弾銃を銃身が長いのでカットしようとしても、うん、あのダイヤモンドカッターみたいなものすごい、うん、あのカッターじゃないと切れないんですよ、鋼鉄だから切れないんですよ。そういう加工は結ぶの難しいんですよ、うん、これできたの。だからそれじゃなくて、あれは多分市販の鉄パイプかなんかを切って、うん、で、工作してると。あれ最初にあの、うん、テロップで散弾銃って流れたんですよ。散弾銃のようなっていう、うん、要するにあの弾がこうなの。いや僕なんかもう奈良だから鹿撃つから散弾銃いっぱいあるのかなと思って。全然違う。全然散弾銃小さくたってこんくらいありますか。全然違いましたよね、うん、それさすがに、うん、それを聞いてある元長官は散弾銃を持って安倍さんに近づけるわけがないと思ったっていう。さすがにそれはさすがにそれだけはない、ええ。でもあれが形状がね、あれゆっくり出してるんだね、割と落ち着いて、うん、ビーッと開けてビーッて、形状がなんかあんまり自由に見えないっちゃ見えないっていうかね、なんか写真かなといえば写真かなっていうか、こう、まあ、よく見ればなんか危ない道具だって感じはやっぱり、うん、まあ、あれ、僕が一番よく見たのが朝日新聞のグラフなんですけど、うん、犯人逮捕っていうか確保する時の映像がアップであって、それが簡単に言ったら板の上に鉄パイプが2本あって、うん、それをビニールテープで巻きつけて、で後ろにその銃波、その握る部分がくっついているような構造なんですよね。だからよく見ると手作り感満載なんですよね。よく爆発しなかった。だからそれは何回も実験したと思うんです。どこで山の中でやってるっていう供述がありますよね。あの前の日に教団の本部を撃ってんじゃないですか、本部奈良の支部かなんかを、でその時にちょっと映像で車で逃げる映像まで今流れてて、うん、あれって110番通報されてないのか。されてないみたいですよ。あれで通報があれば分かっ、怪しいやつがいるっていう。それもある県警の、うん、昔警備担当の人に言わせると、うん、前の晩に110番通報がもしあってあったとしても、あったらやっぱり警備は考える。あ、やっぱりね、110番がなかったんだ。なかったらと聞いてますけどね。あ、なるほど。そこの運が悪かったっていうか、うんうん、と思うんですよ。あとあの人2002年ぐらいにそのお母さんが破産をして、うん、まあっていうふうなことがありますよね、うんうん、2003年から自衛官になってるじゃないですか、うんうん、ね、で3年ぐらいいるわけでしょ。その間に開示といっても、でしかも任期作りのその開示の自衛官ですけど、うん、銃の分解と組み立てとそれから要するに発砲の訓練やってるはずなんですよね、うんうん、だからそういう意味では道具は、まあ、鋼鉄のこういうパイプは手に入らないにしても、どのくらいの強度があればね、重心として耐えるかとか、そういうことは知っていたんじゃないんですかね。基本的に本当に素人が、うん、作るのは難しいと思いますよ。ですよね。うん、本当に危険なので、うん、殺傷能力があるような勢いで金属を発射する装置を、うん、簡単に言ったらマンションの中とかで作るわけですから、うん、自分も死ぬ、負傷する危険があるので、うん、それをそう計画的にあんだけの数を、まあ、作ってきたのは、うん、その基礎的教養がないと、うん、まあ、できないって一般的には思いますよね、それはね、うんうん、あと圧力釜の爆弾はすっごい昔に、内田さん詳しいでしょうけど、左翼の人たちがよく、パチンコ玉とか釘入れて作ったバージョンですけど、うん、それじゃなくてちゃんと方向、一応指向性というか方向性がある方攻撃できる銃器なので、うん、やっぱ内田さんおっしゃるようにその自衛隊の経験が基礎にあると思いますよね、やっぱり、うんうん、普通の人じゃ無理ですよ ね、 そうですね。ただ今回倒れた時にそんなにうわっち出てなかったじゃないですか。こうここにちょこっとついてるぐらいで、うん、要するに肩から入って心臓の方に行っちゃったの、バラバラになった銃弾が、うん、鎖骨っていうか鎖骨の下の動脈が切れた出血死なので、うん、で体の中に入った金属
の玉っていうのはまっすぐ進まないんですよ。らしいです、ね、それは骨に当たったってことですか。骨に当たったり柔らかいとこ柔らかいとこに玉が行くんですよ。でそれで動脈に当たっちゃったと。で動脈が切れたる失血死なんで、うん、でもちろん貫通してるかどうかわかんないですけど、射入痕がこっちにあったとしたらこちらから射出してるものもあるかもしれないですけども、散弾だから多分何発かは体の中に曲がってると。で臓器を傷つける。心室に大きな穴が開いてたというふうに最初の会見の時に、あ、先生が言ってましたよね。心室に真ん中に、ライフルの弾でもそんなにまっすぐ進まない、うん、いやだからこういろんな偶然が重なり合って、うん、そうそう、しかも当たったって、当たりどころがめちゃくちゃ悪かったってことですよね、うんうん、と思いますよ。だからだから成功しちゃったのは結果が全てなので、うん、警察的に言うとそのよろしくないんですけども、うん、その本当にこういろんな隙をがついて、うん、運もあって、うん、犯人側にですよ、うん、成功しちゃったっていう感じですよね。ちょっとかなり確率的にはまれな感じがしますよね、うんうん、しかしなんかあれですよね、この話のその後これだけ衝撃的な事件にもで話がもうほとんど統一教会の方に流れてしまったのが僕意外と、なんか意外だなというかね。というのは統一教会の問題ってもう世代でね、なんか大学に入った時よくなんかいたじゃないですか、原理研ね、原理研で、ある時代の人はその統一教会のこと、旧統一教会知ってるんだけど、なんか今若い人ってなんかこう新鮮ならしいですね。いやそれを言うなら、うん、例えばオウム真理教の後継団体の人たちにとっても、うん、その要するにあの事件って95年でしょ、うん、でほとんど随分多くの幹部が死刑判決出てますけど、うんうん、だけど今その例えば自己啓発系とかいう、うん、その導入部はみんな似てるんですけど、新興宗教って そうですね、それが全くその今の若い人ってこんなことは俺が言っちゃいけないんだけど、新聞は読まないし、あんまりその昔のことなんて知らないので、うん、新鮮に映っちゃったりすることは容易に考えられますよね。その通りだと、うん、なんか要するに今民放とかのワイドショーとかでもうすごく統一教会旧統一教会のことをすごくあれだけ流して、うん、でもこういうのも知ってるよねって僕こう、うん、20年ぶりぐらいだな、懐かしさで。そうですよね、うん、だから今民放っていうかね、統一教会の話やってるのは、まあ、要するに容疑者と安倍さんとの関係というのは、うん、統一教会でその容疑者の家が破産させられたっていうね、そうなんですね、ことがあるからだっていう、まあ、だから政治テロじゃないんだけれども、うん、その憎しみとか恨みの根源というのはここにあるんだよっていうことをまあ強調して、うん、でなおかつそれ自民党という政党がね、うん、統一教会系の団体ともう極めて密接に結びついているというね。ですよね、うん、だからそほらもう驚くほど。いや僕ね、学生時代に、うん、先輩が、うん、いや今もう同じサークルの先輩が今第二子っていうか衆議院議員なんですけど、名前は言わないですけど、うん、彼のつてである自民党の候補の選挙のアルバイトやったことなんですよ、うん、雑用っていうか、うん、2、3週間かな、公示日からずっとやってましたよ。でその時にその選挙事務所の人が、あの人は統一教会の人やって何人か教えてもらったこと、うん、でただでやってくれてるの、うん、そうですよね、俺びっくりしちゃって、本当っていう、もうあの時が初めて、あ、政治に食い込んでんだって初めて知ってて、うん、なんかそれ普通らしいですね、ただで選挙手伝うとか、うん、う、投票するだけじゃなくて、金はいくらでも献金させて持ってますもん。すごいですよね。そりゃやるでしょう。でその話って20何年、うん、もう30年以上前で、それからずっと自民党とくっついてるわけです、まあ、他の野党もそうかもしれませんけども、これでも放置されてたわけでしょ。もともとおじいさんの時代から
関わってることがはっきりしてるから、そのこうやって暴発してしまったけど、うん、なんかすごく古くて新しい話題というかね、あれじゃないですか、あの旧統一教会の今の東京のね、日本の責任者が、西君も2009年以降はあの献金の問題もないんだと、コンプライアンスだと、コンプライアンスってあそこにコンプライアンスって言われても、ね、びっくりしましたね、あれがまあ言うたらとても本当のこととは思えない話なの で、うん、で現に裁判はその後もいくらでも起こってるし、あんまり話題になってなかっただけであって、その問題はずっと続いてたってことですか、だから被害者の救済ずっとやってる伊藤弁護士とかがテレビ今久しぶりに出てきました、ね、そうそう、あのオウムの時活躍された方とかなんか何が出てるんでしょう、だから彼がある民放の番組でその被害者救済の窓口を僕たちが開けてても、うん、今回の容疑者は届かなかったリーチできなかったというような趣旨のことを喋ってましたけど、多分連綿と続いてたんだと思うんです、あのこの手の問題が、ただその我々マスコミもその例えば有罪の判決が出たとしても扱わないか、まあ、ほとんど扱わない時代がずっと続いてきたんですよね、きっとね、それちょっと若干メディアにも、まあ、若干責任はありますよね、問題があるにもかかわらずあまり取り上げなかったってことでね、まあ、それについてはそのこの前有田芳生さんがね、うん、言ってました、有田さんはまあオウムのことをまあ一生懸命取材した人じゃないですか、そうですね、でそういうまあ宗教系の問題についてね、警察から警察の指令から呼ばれて抗議をしてくれと、あ、で警察も知らないもん、まあめちゃくちゃ要するに詳しいですから、そうですよね、でどっかの警察署行って講演みたいにして、なんか落選した方が流行ってるらしいですね、あの人ね、一部はああまあそうかもしれないですけどねいやそれでね、で終わってで 誰に聞かせてるのか、あの聞かないでくれって言われてたのを、何年か経ってあの改めて聞く機会があって聞いたら、あのでしかもその時にあのオウムの次は統一教会をやるんだと警察が、いうことで聞いてたんだけど何も起こらなくて、どうしてですかって聞いたら上からの圧力ですというふうに説明しました。それあの、あの放送中にそういうふうに言ってるんですよ。どうやったらスタジオが凍りついて、テレビ朝日のモーニングショーですけど、凍りついたと、凍りつきました、あのだもしかしたらそれは言わないでくれと言われてたのを有田さんがおっしゃったのかもしれない。いやいや本当のこと言うと凍りつくんですよみんなね、なかなか会社でもね、なんかこうさ本当のこと言えない全然関係ないこのフロアで言わないでください、我々も本当のことをもっと言うね声を上げてればね、ここ東京新聞の中でした、すいませんそうですか、やっぱ本当のことを言っちゃいけませんね、ここら辺はね、そうですか、いやでも統一教会ってね、あの大学入った時に結構巧妙に誘って、僕って誘われたことないんですよ、だけどなんかあの地方とかからなんか浪人とかしてようやく入っちゃいそうなやつがね結構いたんですよ、でね僕の後輩は一人ね、ついていっちゃったやつがいて、どうしたって聞いたら、なんか飯 ご飯食べませんかって言って、でついてって飯だけ食って帰ってきたってやつがいましたけどね、まあ、見事です、見事ですよね、おごってもらったって言ってましたけどね、そいつね、あの宴会芸で、統一教会をやるのが得意だったんですよ、なんか危ない芸です、そうそう、あのカントリーロード歌いながら人生について考えたことありますかっていうそれだけの芸なんで、それを言ったら昔あの地方のバスへのスナックで飲んでると突然若者が珍味を売りに入ってきたでしょう珍味言ってましたね、あれあのね、青森から来ましたとか言うんですけど、嘘ですよ、そのでお店のママさんが、いや前に合ってるからってこう断る現場を何回も見ましたけど、ね、それはどっちの宗教、統一系だと思いますけど、あの豆腐ってのはあれなんですよ、私の家の近くで豆腐屋がいたんですよ、それ豆腐屋さんじゃないんです、いやいやそれ違うんです、それはあの多分あのオウムですよ、あ本当ですか、ああ豆腐ってました、オウムの人はよく秋葉原で会いましたけどね、あパソコン売ったりしてるんですよねマシャ、ん？マハーポーシャ、マハーポーシャ、いやね、あのねこう言っちゃなんだけどね、私の家の近くってねそういうね、
やばい教団系の建物多いんですよ。私覚えてるのは難民をなんとかする会っていうなんか要するに難民の支援はしてくれって言って駅前なんかで、あ、お金集ったね、統一教会っていうか勝共連合っていうか、あれもですか。あ、そうだ、なんか犬と一緒にいるの、あれは違うんですかね。え、犬が横にいて、すいません、うん、僕なんかあの犬 の, あの動物虐待のあれかなと思うんだけど、はい、犬が座ってて、それ違うと思う。 あれかな、警察犬の。いや、多分虐待する虐されたペットを救うためにレトリバーかなんかをライトに連れてきて、でその里親じゃないけども募金をね募ってる人たちがいる家に、で募金活動ってご案内のように勝手にやっていいことじゃないので、そうですね、ちゃんと許可取ってないとまずいんですけども、まあただ実際にはどの団体が何かっていうのは今ここでは分かんないですけど、ね、今は大学とかでやってるんですかね、こういう統一教会は。活動してるんじゃないですか。ゼロではないんじゃないですか。あんまりそのなんとかあんまり聞かないですよね。でもその名前がいろいろありますし、あ、名前変えてやってるん、うん、まあ学生相手だったら原理研なのかもしれませんけど、うん、あの前アイドルっていうかもう、あの方はまだ入ってらっしゃるんですかね。桜田優子さんはまだ入ってないんですけど、そうですけども、ね、山崎裕子さんはもうとっくの前に抜けてます。あ、山崎さんはもう辞めましたよね、はい、それから飯星恵子さんも お父さん亡くなりましたけど、飯星さんの大変な努力で、そうや、そうでしたね、関係をちゃんと断ったみたいですよ。ずいぶん前に山崎さんが結婚しちゃった相手の人いたじゃないですか、なんかいい大学出て証券会社がなんかいる人、桜田淳子さんの誰かのお相手だったんです、うん、よくなんか妙な名前でなんか勅使河原みたいな名前でテッシーみたいに呼ばれてた人、あの方まだ入ってるんですかね。いや、わかんないですね。いやいや、だんだん記憶が蘇ってくるんですけども真空管みたいな人ですよなんかね真空管、いやいや、本当懐かしくて、なんで今さら旧統一教会なんだろうって、ね、その比喩は最近聞かなかったな、真空管ね。だんだん温まってきてね、うん、本当に昔60過ぎしか分かんないよね。すみません、ケビの話でちょっとね、この先の話があると思うんですよ。本質に戻らないと、はい、この先の話で、まあ、警察がどういう総括というか、うん、こういうことでしたというのをやって、まあ、警察の処分もあるんでしょう。それもありますけど、国葬にするわけじゃないですか、今度。そう、9月の27日また警備しなきゃいけないし、ね、うん、今度は外国から来る人たちも、まあ、おそらくはおられるでしょう。そうすると周りも含めて国内も全部平和っていう元首たちばかりじゃないですよね、うん、いろんな人が来ますよね。これこそ警備の必要が言われる可能性が高くて、うん、逆にそれをいいことに、例えば1週間ぐらい前からもう通行人を全部捕まえて荷物検査するみたいなね、うん、昔サミットの時にありましたけど、うん、ありましたね。そういうことをやるっていう話はありませんか。いや、そこまでは今聞いてないですけど、その容易に想像できるのは、まあ、焼け太りじゃないんですけども、もし会場が日本武道館だったとすれば、かつて の古い、これも古いけども、ビートルズがね、初来日した時武道館でやった時に、実はあれそのものが要人警護、うん、つまりの訓練に使われたって言われてるんですよ。首都高1号線にビートルズを乗せた車を要人に見立てて、うん、警備訓練したっていう話があって、いや、本番の4人をじゃあ、まあ、訓練もうちょっとポールに言うわそれ俺言う。で要するに警察の人ってやっぱり本当ですかそれ。要するにね、その2人生きてるよまだと言う俺それは誰かが狙ってるっていうんじゃなくて、要するに安保のまだ後半戦っていうかね、うん、あ、まだまだね、だから日本武道館で思い出してるのはその話とプラス焼け太りで言うと、今度サミットもあるので、はい、でそうすると、実
際の、まあ、選挙の警備とは、うん、違いますけども、当然警視庁の大部隊は出動するし、管区の機動隊も出動するし、それからこれ見逃しに地方県議からお勉強のために多分大量に動員されるお巡りさんがいる、うんうんはい、でこれは多分国費で支出することになる、はい、でその時は多分予算要求すると思うので、うん、僕も確かに国葬27日って聞いた瞬間に、うん、あ別の警備が大変だなと思った。そうですよ。もう一回万が一のことがあったらね、うん、だそのサミットの練習にもやりますしね、うん、その万が一のことがあったらっていう、まあ、国民におそらくはまあかなり広く浸透する意見があって、うん、それに支えられて、うん、準戒厳令状態を作り出すということは可能ですよね。まあ首都高真ん中なんか止めちゃいますよね、うん、多分、うん、困った。あの北海道の件あったじゃないですか、あ安倍さんの要するにヤジ飛ばしたやつを捕まえた件が、うんはい、であの時に裁判で、判例が出て、うんうん、でまあ要はヤジ飛ばした側が勝ったっていうか、まあまあ、当然ですけど、うん、あの判例があったから、あの判決があったから警備が緩んだんだっていうようなね、なるほど、奇弁を言う人がいるんです。それは奇弁で、奇弁を言う人がいるんだ。奇弁でその本当に現場にいるお前さんにしたら不当な指摘で、うん、要は北海道の場合は例えばあれもちろん裁判の結果知ってますけども、あれ安倍さんに文句言った人を排除したのが警察官だったですよね、うん、あれ同じことを陣営の人がやったらまた別の展開になってるのと、うんうん、それから、うん、そのあのぐらいで萎縮してたら、うん、実は警衛警備って毎日やってるんですよ警察は、うんうんうん、東京なんか毎日何人も同時にやってて、うん、一個一個そんなものにこだわってたら警備にならないですよ。ならない、うん、それは警察の肩を持つというよりもそれはその指摘があんまり妥当じゃないと思うんだよね。なるほど、それはね、なるほどね、うん、毎日毎日東京都内なんて警備やってますから。まあそれ以前にその国葬をやめてほしいですよね、うん、どうですか。だからそのこの国葬についてのその反応、うん、公明党のね山口さんが求められてあんまりはっきり言ってないですよね、うん、まあそのなんか安倍さんが死んだね現場に花を手向けに来る人がたくさんいたとか自宅前がとかああいう報道でこうなんとなく、まあ、今ちょっとまだ収まったかもしれないけどちょっと盛り上がっちゃったじゃないですか、うんうん、とまあいろんな意味で警備大事だねっていうことになっていくと、うん、岸田政権としてはその例えば安倍さんの意思を継いでね、うん、憲法の改正に取り組むって言ってる時のその憲法の改正は、うん、もしかしたら9条じゃなくて、うん、緊急事態条項で、うん、維新の会とも協力できるしそうだったら、うん、で多分国民民主党はちょっと頑張れば言うこと聞くようになるでしょう。わかんないけど頑張らなくても頑張らなくても自らね、うん、予算まで賛成しちゃってる珍しい野党ですからね。そっち側に行く可能性があるのかなっていうふうにちょっと思ったのと、うんうん、もう一つは、27日に国葬を設定しておけば安倍派内部っていうのはそれまでに会長を決めることができなくなるので、その間に岸田さんはもう四分五裂必死の安倍派の中に手を突っ込んで、うんうん、言うことを聞いた人間を内閣改造で引き上げて、うん、その歯ごと持ってっちゃうっていうね岸田さん、うん、要するに岸田さんが突然凶暴になるっていう感じですかね全体です非常に、うん、なんかすごくシナリオが見える気がするんですけど、うんうん、なるほどね全部想像ですよ、うんうん、まあそのなんて言うんでしょう、その皆さん誰もあんまり気にしてもいないんですけど国家公安委員長の二宮さんって、ね、今回選挙出てないので7月の25日が人気なんです。でその人が国家公安委員長のまま行くはずなんですこのまま、うんうん、民間閣僚として、うんうんね、で今これ国家公安委員会に報告するんですこの件はこの警備の問題は、うんうん、そこのトップに当たる人が今月25日過ぎると民間の人になってでそのまま国家公安委員長を続けて
内閣改造までつなぐっていう見立てになってるんですよね。つまり変えない、改造は8月下旬か9月の頭、9月の頭ですね。で本件その間に起きちゃってるんで、うん、警察庁はなんでかんで8月末までには、うん、あの結論を出すっていうスケジューリングで今やってる。あ、報告書ね、はい、であの長官いつ辞めるだから改造で辞めるんです。あ、なるほど。それまでは民間閣僚として、まあ異例ですけど。奈良県警本部長も辞めんだよね。かわいそう。辞めんねんって。分かってかわいそうだけど、あの蓋然性はありますよね。まあ、でも中村さんだって安倍さんが亡くなっちゃった後の中村さんだってそんな力ないでしょ。まあ、あの、あるんですか。どっかの会社の誰が言ったかは知りませんけど、官邸ポリスという言葉がお聞きになったことあるかもしれないですけど、つまりそれはあの杉田官房副長官とかですね、内閣人事局を仕切った、それから北村安全保障、それからあの奈良県警本部長、中村さん、中村さんはどっちかって言ったら菅さんに親しい方で、民主党政権の時もあの内閣にいらっしゃった人ですけど、中村さんはどちらかというとその今まで朝日新聞の鮫島さんなんかが指摘してるのは、あのいわゆる内閣安全保障局長は外務省の人事だったし、財務省がもうちょっと官邸で力を持ってたのに、これは私が言うことじゃないんですけど、それを経産と警察庁っていう役所で周りを固めてった、うん、でこの人たちが力を持って内閣人事局で各省庁の人事に目を光らせてた、でその人のまあ代表格みたいなのが現職でいるのが今の中村長官なので、そういう意味合いで言うとその何か因果なものを感じるっていうかね。まあ因果ですね。まあ人事局の問題を含めて、うん、いろんな歪みが出たということですね。はい、そうですね。話はつきませんが、話はつきませんが、ちょっとまだ衝撃さめやらぬということでありますが、はい、そうですね、という感じで、はい、またこの話関連でまたね、続けていきたいと思っております。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。